岩城恵里です。和歌山県の白浜町に住んでいます。小学校の教員をしています。ベストタイムは3時間3分36秒です。海沿いのコースを走ったり、アップダウンのある坂道を取り入れて走るようにしています。6年前にお腹に病気があることが見つかって、その時に自分は周りの人と比べて価値が低いんじゃないかとか、なんで生きているんやろうとか、そんな風に考えてかなり落ち込んだ時期がありました。でその時に、走ることがもともと得意でもあったので、大阪国際という大きな大会でも目指して、病気で辛い気持ちを紛らわしたいなと思ったのがきっかけです。マラソン大会に出ることによって多くの友達が増えて、またその仲間と共に高みを目指して頑張るという点が、マラソンの力、良さだと思っています。自信になったことは、大阪国際への切符を初めて掴んだ瞬間です。やっと国際に行けるって思って、すごく嬉しくて、今までやってきたことが全て報われたような気持ちになりました。走ることで学校の子どもたちに記録に挑戦することの楽しさや、友達が増えることの喜びを伝えたいです。私は病気があってすごく辛い時期もあったんですけれども、マラソンをきっかけに気持ちの面で立ち直れたので、病気で苦しんでいる人たちにも何か落ち込めるものがあったら元気になるきっかけになるかもしれませんということを伝えたいです。大阪国際に今年も出るのですが、今まで何度も失敗してきたので、今年こそサブ3をしたいと思っています。私が走る理由は、学校の子どもたちに努力は必ず結果につながるということを伝えたいからです。